した。すごいすごい。部屋が。叶えたい夢を見るためには夢見る力が必要なのね。私の叶えたい夢はピアニストになること。今夜はそんな夢を見たいわ。自分の夢見る力を信じて。皆さん、お待たせしました。奇跡のピアニスト、ハローキティ。Bye.
僕たちも早く夢を叶えたいな。ねえねえねえ、どうすればいいのさ。夢を叶えるには夢見る力が必要なの。夢見る力？そう、その夢を叶えるための強い思い、それが夢見る力。さあ、みんなの夢見る力を聞かせて。きっと夢は叶うから。最初はダニエル。Let's go！ 僕の夢はお父さんみたいな立派なカメラマンになって、世界中のみんなみんな感動させることなんだ。素敵よダニエル。続いてシナモン。Let's go！次はクロミちゃん。Let's go！ あたいはかわいいかわいい、お衣装を着てアイドルになってみたい。さすがクロミちゃん、とってもかわいいわ。最後はプリン。Let's go！ 僕はみんなと一緒においしいもの食べて食べて食べて、毎日楽しく過ごせたら、それが最高だよ。僕の叶えたい夢だよ。叶えたい夢？こんなのは夢じゃなくて、ただの食いしん坊じゃん。え？食いしん坊だって立派な夢でしょ？まあそうかもしれないけど。もっとちゃんとした夢はないの？ちゃんとした？うん。あ、それじゃあちゃんとした美味しいものをちゃんと食べる夢は？にゃ！ダメ！ダメ！うわあ！食べ物に押しつぶされちゃう！やめて！やめて！私はプリンの味方。プリンの夢を叶えに来たんだ。ほら、友達も来てくれているよ。プリン、一緒に食べよ。プリン、美味しいものがたくさんあるぞ。早く食べようよ。プリン、騙されちゃダメ。この世界は変だわ。ちっ、バレたか。でももう遅い。
その夢、私がいただいた。誰？私はバクの化身、ブラックナイトメア。誰かが諦めた夢、捨てた夢が大好物なのさ。諦めた夢？捨てた夢？そう、誰でも簡単に夢を諦めて捨てる。そのうちそんな夢で世の中はいっぱいになる。だから私はそれをいただく。別の世界へと誘ってな。ただし、私がいただいた夢の持ち主はもう二度と夢を見ることができなくなる。そいつのようになる。プリン！プリンに何をしたの？何も。そいつは自分で夢を諦めた。夢を捨てた。私がそれをいただいた。だからそいつはもう二度と夢を見ることができない。夢を見ることができないものは空っぽになる。ただそれだけ。そんな。持たない方が楽だぞ。そんなことないわ。確かに夢を叶えるのは大変なこと。でもだからといってそんな簡単に夢を諦めないし、夢を捨てたりもしないわ。誰でも。誰でも。ええ、誰でも。嘘だ。これを見てみる。これが現実だ。諦めた夢が溢れてる。捨てられた夢が満ちている。夢は無意味、夢は無意味、夢は無意味、夢は無意味。うん、夢は無意味なんかじゃない。そう、夢は叶えることも大事だけど、夢を持つことはもっと大事。そうよ、夢があるからその夢を目指して一歩一歩進んでいける。それが夢見る力。夢見る力。それこそ夢物語だ。おい、そんなに夢が欲しいならもっといい夢をくれてやるよ。もっといい夢。ああ、大事な大事な、ずっと憧れていた自慢の夢、あたいの夢よな。クロミちゃん。ただしプリンの夢と交換だ。プリンを返せ。え、そんなことしたら今度はクロミちゃんが。それなら僕の夢も。僕の紛れ。みんな面白い。いいだろう。お前らの夢、まとめていただくぞ。やめて。一人一人の夢は一人一人のもの。誰のものでもないわ。大きな夢も小さな夢も、みんなみんな大切な大切な、たった一つの宝物。
夢で思いがつながる。私の夢、もう忘れてしまったよ、そんなもの。忘れた？忘れたってことはあったんだよな、あんたにも夢が。さあ、みんなもハートライトを振ってピー。みんなの夢見る力を届けてピー。思いを込めて、ナイトメアが大切な夢を思い出すことを信じて。だって立派な夢だよね。今度一緒に美味しいものをいっぱい食べようね。え、いいの？僕の食いしん坊の夢叶えていいの？うん、みんなで叶えよう、プリンの夢。やったー、ありがとう。みんな美味しいものいっぱいいっぱいたくさん食べようね。たくさん食べるとはキティ、夢に気づかせてくれてありがとう。よかったわね、素敵な夢を思い出すことができた。まあ結局はあたいのおかげだけどな。それではまた会おう。待って、今度はここにいるみんなの夢見る力で世界を変えましょう。世界を？どうやって？大丈夫、みんなの夢見る力で私についてきて。さあ一緒に。さあみんなもハートライトを振って世界を変えようピー。
パイを焼くからみんな来てねって昨日言ってたでしょ。あ、そうだった、ごめんなさい、よく覚えてないんだけど、昨夜あまりにも素敵な夢をいっぱい見たから忘れちゃった。素敵な夢？うん、なんかみんなの夢を見たような気がするの。不思議、僕もみんなで夢を見たよ。マジで？って実はあたいもなんだ。くるみちゃんも？どういうことなんだろう、僕もなんだ。本当に？じゃあプリンは？え、僕？僕も確かにみんなの夢は見たんだけど、なんか食いしん坊だからってみんなに怒られる夢だったような。なんで怒られるのさ、プリンが食いしん坊なんて当たり前じゃん。うんうん、むしろプリンらしくていいんじゃない。そんなあ、そうだ、僕のカメラに撮った覚えのないみんなの写真が写っているんだけど、みんな知ってる？どれどれ？これって、わー、あたいがアイドルになってる、かわいい。僕はレストランのシェフだ。そのレストランで美味しそうに食べているのが僕だ。みんな笑顔が素敵だね。そうか、みんなで夢を叶える夢を見たのね。夢を叶える夢？そうみんなの夢が溢れていて、夢見る力がいっぱいね。みんなとっても幸せそうだわ。まさかこんなことになると思わなくて、途中は焦ったピー。でもみんなの夢見る力とキティちゃんたちの夢と思いがつながって奇跡が起きたピー。これからもその夢見る力を大事にするピー。忘れちゃうと知恵の木に怒られちゃう今日のお話は僕とみんなだけの秘密ピ。あ、もしかしたら今度はリアルピューロでもみんなの夢を教えてほしいピ。それじゃ、また。